乗ります。こんにちは、こんばんは、矢作睦月です。今回なんですけれども、開発するだけ開発しておいて全く乗っていなかったフランス戦艦リア8リシュリューさんです。いや、ほんとね、開発するだけ開発してサムネに使ってまだ1回も乗ってなかった。で、私の場合ちょっとした縛りをしておりまして、開発もしくは入手をしても動画化しない限りは配信でも乗らないというね、変な縛りをしておりまして、リシュリューを開発したのはね、結構前なのよ。でも本当に乗ってなかった。理由としてはね、シャンパーニュとガスコーニュのせいって言っていいのかな。まあ実際そうなんですけどね。あとはフランドールもそうか。フランスのティア8プレミアム戦艦をガスコーニュ、シャンパーニュ、フランドールともサンタコンテナから入手していたんで、リシュリューを開発する前にね、入手していて、あの癖の強さといいますか、特にガス購入4連装砲を艦首と艦尾に配置。私的にね、実を言うとダンケルク大好きなんですよ。好きな戦艦がなんか運営の罠にはまってるような感じで、まず第1位に不走、その次第2位にダンケルクがいるぐらい、監視方向に4連装2機配備、ケツは知らんっていうね、そういう極端な、だからジャンバールも大好きなんですね。じゃあなんでリシュリューに乗ってなかったんだ。そう、これね、仕様を見てなかった。手法の配置を全く見ずに、何門あるのかとかいうのも全く見ずに、開発するだけ開発しておいて放置してたんですね。数字も見なかった。これね、ガス購入で4年総砲に裏切られた気分になって、そもそもフランスの艦艇は全く開発しておらず、先にダンケルクからストラスブール、そしてガスコーニュ、シャンパーニュ、フランドール、ジャンバールと手に入れて、ジャンバールの方は先か、手に入れてまして、プレミアム戦艦でこと足りてたんでね、全く開発する気を起こしてなかったんですね。なのでダンケルクにはめっちゃ乗る、ジャンバールも結構乗る、ガス購入、シャンパーニュ、フランドールほぼ乗らねえ。というかティア8戦艦最高傑作はドイツのティルピッツだとか思ってるようなおっさんなんでね、リシュリューは名前だけ知ってる。一応ツリー艦を開発しなきゃなってことで作ってみたけども、ティア8プレミアム戦艦たちがちょっと癖が強すぎると言いますか、好みじゃなかったのよ。ガスコーニュ、シャンパーニュ、フランドール、めっちゃ優秀だぞっていう人いらっしゃるかもしれません。ただ好みじゃなかったのよ。楽しみたいのね。好きじゃない艦に乗るかっていうと乗らないんだわ。特にダンケルクとかジャンバールに乗りまくってて、艦首方向に4連装2機配備、これが気に入った状態でガス購入に乗って裏切られた気分、この印象が非常に強かったんだわ。なのでフランスのティア8戦艦は好みじゃないという印象が非常に強くありまして、詳しく見もせずに放置していた。
監視方向4連装2機8門ダンケルクタイプはティア7でストラスブール、そしてティア9でジャンバール、ティア8にはないと思い込んでいた。ほんとおバカですね。まあ多分他にもね、好みのタイプなのに、他の艦艇の印象で乗らず嫌いになってるっていうのがいると思うんだ。そして最近になってようやくフランスの釣り船艦を進めようと思って、とりあえず1回ぐらいはリシュリュー乗っとくかということで乗ってみてびっくり。うお、え、こいつダンケルクタイプやん。監視方向4連装2機8門がティア8にもおるやんけって。まあ本当にちょっと嬉しい誤算と言いますか、本当に間抜けなことをやっておりまして、急遽と言いますか、ようやくと言いますか、これは乗らなあかんやろうということで、リーシリューさん初陣でございます。もう勝とうが負けようが初陣でございます。まあとりあえずダンケルクタイプと言いますか、ジャンバールタイプと言いますか、前方向にしか手法がついていないので、前後運動ですね、縦向けて前後運動での手法制射で、乗ってみてびっくりしてるのが射程の長さ。ティア8だし20キロぐらいだろうと思ってたら、射撃管制装置タイプ B の方で 25.3 キロもあるという、これは嬉しい。ティア8で最悪なことというのは、ボトムを引いて射程が足りない、反撃できないことなんですが、この射程は本当にありがたい。今回はね、ティア7からティア9のミドル戦なんですが、ちょっと後ろに下がり気味でも普通に届く。ただ散布回的に考えると、最大射程ではほぼほぼ命中は絶望的だなとは思ってます。さてさて、戦況の方ですが、ちょっと怪しいな、これ大丈夫か、キャップ取れてねえぞ。戦力が C 側に偏ってると言いますか、 A 側が沈んではないのか、沈まずに逃げ出してるのか、中央にいたのも C 側に合流してるので、これはちょっと駆逐がもう潰されてるから、これキャップ入らないとまずいですね。お、抜けた、いいねいいね、この長射程本当に嬉しい。空母は沈める、動き出した、空母は絶対許しません、沈んどけ。沈んでくれると助かるが、どうだろう、いけるか、抜けるか、抜けろ、抜けとけ、よっしゃい、長射程めっちゃ助かる。はい、もう一隻空母いますね。こいつ縦向き AP で、あ、横向いてくれる、いやこれ防角抜けるか、抜けなかったとしても、まあとりあえず AP で試し撃ち、どれぐらい長弾するか。そこそこ刺さってる、そこそこ刺さってる、 OK、 このまま行こう。あ、また角度変えた、空母はさっさと潰す、空母を潰さないとまずい。何しろ最初の獲物は味方の加賀というね、戦犯レベルのことやってくれてるからさ、
相当まずいんだよ。急速に浸水中です。残ってる空母はこっちヨークタウンだからちょっと微妙な感じがあるんだよ。そのヨークタウンもさ、なんか前に結構出てんだよね。対応完了しました。この位置取りはちょっとまずいんじゃねえの。いやまあこの戦局になったらまあありっちゃありか。もうほぼほぼ敗色濃厚ですが、やれるだけやってみましょう。武蔵とネプチューンか、抜けねえな。ネプチューン抜きたいな。ただこのネプチューン、武蔵、あと Z44 ですね、分隊組んでましてかなりうまい方々です。武蔵、李秀龍じゃ抜けないか。抜けなくはないと思うんだが、当たりが散布会がネプチが見えん。もう味方のヨークタウンも観測できんか。偵察機残っとるよね。さあ当たれよ、こいつ当たれよ。カルノ、いや意外と早いか、意外と早いな。抜けた。 A と B のキャップがどうしようもないしな。はい、反撃きた。ああヴァンガード潰されたか。ちょっと下がります、下がります。で、あー見えない、見えない。いや、なんでそこに偵察機置いた。味方の頭の上に偵察機置くんじゃない。いや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 、ちょ、あーこれまずいな。ケツからも来てる、ケツからも来てる。ネプチがやべえ。うん、これ連携取られてますね。 Z44 に隠されてる。これはしんどい。とりあえずカルノを潰そう。対応完了しました。あと尻にねいるのがちょっとまずい。つかネプチいて、ネプチなんかめっちゃ早いんですけれども、砲弾、こんなにポンポン撃てたっけネプチって。あーそうだ、3連装4機、12も4.8秒だ。 AP だけしか撃てないけれども、うん、無理だ。はい、武蔵に持っていかれました。これは無理だっていうか相手がうますぎ。初陣でちょっと敵のくじに大外れを引いてしまった感じですね。味方だったらどれほど良かったか。ん？ Z44 そっち。あ、じゃあ自前煙幕か。あー煙幕ネプチだったのか。いやーもうこれはどうしようもないね。せっかくの初陣でここまで稼いだんですが、残念ながら、まあということですね。やっぱ分隊強えわ、マジで強え。エンジョイ勢ではどうにもならんという形だね。うん、なんか見た感じ初めから勝ち目なかった気がするなこれは。ただそれでもやっぱダンケルクタイプというか、監視方向4連装2機8門乗りやすいわ、やっぱ大好き。これからはしっかり乗っていこうと思います。今回の動画はここまでなのだ。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いするのだ。